はい、皆さんこんにちは。歩く担当の北岡です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日はですね、富士山裾のぐるり一周ウォークというツアーについて、お話をさせていただきます。で、このツアーはですね、富士山の周りを、ぐるっと一周こう歩いていただくというツアーなんですけれども、ただ歩くだけじゃなくて、富士山を眺めながらこう歩いたりですとか、講師、ガイドですね、ガイドのお話を聞いていただきながらこう歩いたりとか、現地の食事をこう楽しんでいただいたりとか、こういろんな魅力をこう満喫していただきながら、ぐるっと一周していただくというツアーになっています。で、以前もこの YouTube でこの富士山そのウォークについてということで、ちょっとお話をさせていただいて、動画を公開しているんですけれども、実は少し内容をですね、リニューアルした富士山そのウォークが、別にもう一つ始まっておりまして、どういった新しいポイントがまたできたのかというところをちょっと今日はお話ができればなというふうに思っております。その多くの基本的な部分はですね、前回公開させていただいた動画を、ご覧いただくとして、今日はそのリニューアルポイントですね、お話をさせていただきたいというふうに思います。で、まず大きなリニューアルポイントといたしましては、これまで皆様にご案内していた、全17回、つまり1年半でですね、ぐるっと一周歩いていただくツアーに加えて、全12回1年で、ぐるっと一周していただけるというツアーが新しく誕生しました。で、どう違うのかというところなんですけれども、どちらもぐるっと一周はしていただくんですが、全17回1年半でこうぐるっと、していただく方はですね、全てご自身の足でこう歩いていただいて一周していただくコースになるんですけれども、今回新しく生まれた全12回の方はですね、バス移動も含めて皆様にはぐるっと一周していただきます。で、バス移動を含むというとですね、少しこう歩き応えがないのかなとか、だいぶカットされてしまったのかなとか思われるかもしれないんですけれども、新しく生まれた全12回もですね、全ての歩行距離、総歩行距離は約105キロ、平均すると1回約8キロお歩きをいただくようなコースになります。で、この全17回と全12回も2パターン生まれたわけなんですけれども、ご自身の足で、全て歩いてですね、ぐるっと一周したい方は全17回1年半のバージョンですね。で、逆にそれぞれの季節もですね、いいところを巡りながら1年間でぐるっと一周したい方は全12回バージョンをお選びいただければなというふうに思っております。2つですね、楽しみ方を皆様に選んでいただけるようになりました。で、その他にもですね、全17回全12回それぞれの違いがありますので、それぞれの違いをスライドにまとめさせていただきましたので、ご覧いただきたいと思います。ご覧の通りですね、歩く距離と歩き方のそれぞれの違いに加えて、ご住職ですね、ご住職は全17回では、一部のコースでご用意がないんですけれども、全12回は全ての回で店内食をご準備をさせていただきました。逆にご入浴に関しては、全12回では一部ご案内がないという回もございます。あとはぐるりの回り方ですね、こちらは全17回では、時計回り、全12回では反時計回りで回っていただきますので、景色の見え方はそれぞれの良さが出てきているのかなというふうに思います。で、いろんな違いがあるんですけれども、一番は先ほどご案内した通り、全17回ではご自身の足で全てお歩きをいただいて大きな達成感を感じていただくと、全12回はバス移動も含めて季節のいいところを1年間でぐるっと巡っていただく、そんな違いになっております。今このコロナウイルスの影響で一部中断をしているんですけれども、この全12回のバージョンに関しては1年間どこからでもご参考いただくことができます。で、今募集パンフレットでは4月コースからということで大きく展開をさせていただいているので、暖かくなったですね、4月からぜひ皆様にご参考いただければ嬉しいなというふうに思っております。また全17回バージョンなんですけれども、こちらも同様に今中断をしているんですけれども、こちら準備が整い次第ですね、また1回目から1年半歩いていただけるコースを準備をさせていただきたいと思っていますので、こちらはしばらくお待ちをいただければなと思っております。これまで全17回でお楽しみいただいていた方はですね、もうこの17回がなくなってしまうのかというご質問もいただくんですけれども、今後はこの2つのパターンですね、両方とも皆様にご案内をさせていただいて、皆様の楽しみ方でこう選んでいただけると、そんな風なご案内にしていければいいかなというふうに思っております。で、このツアーインターネットでもご覧いただけますので、クラブツーリズム富士山裾野と検索をいただいて、ぜひウェブページもご覧いただければ嬉しいなというふうに思います。本日の動画は以上になります。また次回もよろしくお願いします。ご視聴いただきましてありがとうございました。